スマスイブだんだん弾けてきてなんかあのクリスマスっていうの25日よりもイブの方がクリスマスって感じがしてね、なんか25日ってなってしまうとなんかもう終わりって感じがするのはなぜでしょう、気のせいでしょうかどうもありがとうございます。あ、ポシェットお揃いで自分で、自分でまた来ないなりました。どうしてあなたさ、どこから。そんですがごめんなさいね、本当にまあ嫌だわ、自分でなんだねこれ。おー、ずんこえりこ、おー、そうかね、いがったいがった、本当に来年もな幸せに暮らせよ。ありがとうございます、本当に失礼しました。あっちゃこちゃもう日本国中飛んじゃうんですけどもそれでは聴いてくださってる方はもうしょっちゅう聴き慣れた歌、そして初めて の, あの方はあの宝塚時代にあの演じました作品の中からその主題歌です。聴いてください、丘の上の情人です。
主題歌の岡野ジョージ、ジョニーもあのこうしてコーラスの、ね、方にわーなんてあのしていただくなんて本当に初めてのことですごく幸せです。たくさんお花ありがとうございました。なんかお花もらいに来た、すいません。ずいぶんあのやはり座るところって順番どうなってるのか分かんないですけど、ずっと行き届かなかったお席の方ごめんなさいね。ちゃんと聞こえましたですか、そちらまで。ずっと後ろの方も、そしてずっとこちらの方も、そちらまであのマイク届きませんで、すいませんでした。で後ろの方行ったらね、あんなライトが届かないんです。失礼いたしましたね。あら、まだくれようとするんですか、これ以上。なんという幸せ者であり、こんないいクリスマスイブは私は初めてです。はい、いや、なんか捨て子みたいやんか、あんたもほんまに。こんな袋へね、塊置いてこんなんですよ。なんか猫かなんか入ってて、なんかもうあのバーゲンかなんか、こんなして歩いて、あんたらな、あーやって、もうすぐあーや、あのね、ねえ言うたらはいって返事しなさい。はい、こや出世するです、二人とも似てね、やっぱ兄弟やか。さっきからね、三輪や二輪やどっからちぎってきた花か知らんけど、ありがとう、わかった。机の上のあのあそこからみんな引きちぎってきた、違うか、あんたは。ええよ、でも子供やから許してあげるからね。おんやと、ほら、はい、はい、よろしい、はいよ、これから、わかった、はい。こやね、ちゃんとはい守ってね。それまたうん言うたやんか。明日の朝になれば、うん、はい、うん、はい、ありがとう、うん、ありがとう、はい、賢い賢い。あっちの方の席やったでしょ。あ、この後ろやった、うん、言ったらあかんねんで、はい、はい、はい、ありがとう、お母様によろしくね、はい、ありがとう。箱もいただいちゃった。後でちゃん、はい、お利口ちゃんよね、嬉しいわ。あの子たちが未来の日本を背負うんだわ。そんな難しいこと私にはあまり関係ないんですけど。はい、お嬢様、背中に振ってるわけ、金粉、金粉。あ、落ちたんですか、髪の粉が。私も金粉振ってんですよ、これ。あっちこっち顔つけてた、今頃ね、すごいね。でもこの間ね、あれ今ロンドンで流行ってるの、すごいんです、顔にね、入れ墨なんですってよ、顔に。だから髪の毛をね、こうトラ狩りのギューッとしたの、あのそのほとんどこっちがなくて、こうそれをぐーっとここ真ん中だけ立ててたりね、それがまたいろんな色に染めてたり、顔に入れ墨だったら、普通やったら、まあ、髪の毛やったらこの辺からね、また次の分が出てくるけど、入れ墨しちゃったらね、傷のままじゃない。怖いこと流行ってるでね。日本は本当それはないと思うので、皆さん素顔をね大事にしてください。本当に今日は長い間皆さんも立ち続けてありがとうございました。またこの方誰かそれではあのよく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 ご存知の曲なんですけど、本当はあのこの曲はもうずっとずっと言って、もうこれ以上歌うことがないぐらい歌った後の曲なんですけどね、あの割と重い感じの曲をちょっと軽いタッチだったら自分でも歌えるかなと思って、あのアレンジをあるレコードから見つけたんですけど、ちょっとこうアップテンポ気味のマイウェイです。私は